うございます。ゆきかぜさん、つばゆうすけさん、ありがとうございます。おはよう。おはようございます。天使の絵の具さん、そうさん、ありがとうございます。よいよ、おはよう。全国ツアーおめでとう、ありがとうございます。楽しみ。デンさん、ありがとうございます。おはよう。たくさん寝れた顔してる。本当？うん、たくさん寝れた。昨日徳島でシシャモ猫のグッズ買ったよ。徳島行ったんですか？てか大阪でシシャモ猫のグッズ展してるんですよ。めっちゃよいしょよいしょ、めっちゃ多分近いんです。しかも修二さん、ありがとう。インテックスからめちゃめちゃ近くてとても行きたい。一人です。多分みんな一人部屋。修二さん、七田旦那さん、ありがとうございます。めちゃめちゃ行きたいけど行けないと思う。山形県酒田市の住民さん、七田旦那さん、ありがとうございます。寂しい、行きたい。ちょっと前髪切りました。髪は切ってないかな。前髪は切ったよ。今配信前に近所でスライムベストをしてきた。やってる。私もドラクエウォーク。会場行く準備する。お、待てます。ありちゃんとみおんさん話してたよ。デブニオンさん、つばゆうすけさん、ありがとうございます。その間短い方がねいい感じに決まるけどね、なんかふわふわ加減はなくなるんよね。ふわふわ加減を出したくなった、切ったら。ありがとう、はよ。ポケモン GO と同じ感じ。うん、同じ感じなんですけれど、なんか目的地を自分で決めたりするんよね。はよ。ちょっと難しかった。昨日はありがとうございます。はいよ。はいよ。まだレベルが低いからかわかんないんですけど、スライムとかしか出てこ。はいよ。みおんさんからのご指名おめでとう、ありがとうございます。セブニオンさん、タイガーマスクさん、お道に会いたいハマチさん、ありがとう。マセさん、イシケンマシンさん、アマズさん、ありがとう。道端にボス級来ても困る。確かに。あんなに毎日レベルアップしてたのに。ほんまよ。ザッキーさん、ありがとうございます。あんまりまだドラクエウォークは
やってないんですね。今はポケモン GO をしてるよ。はよ、ポケモン GO ちょっとガチってる最近はね。なあ、おやさんありがとう。大阪で美味しいものはたこ焼きと道島ロールケーキ、めちゃめちゃ美味しかった。みよんさんと並んでて神連でしたね。でしょう、神だった。座右の銘わかんない、ないんですよね。感恩報酬か。みちがゲーム好きって意外なんだよな。そう、とってももうゲームレアなレーンだったよね。うん、レアレアレーンでした。ロールケーキ美味しかった。マサさん、天使の絵の具さん、ゆきはやさん、おーちゃんさん、ありがとう。おはよう。ゆきはやさん、ゆきかでさん、ありがとう。ドラクエなんちゃらの GB 版スイッチ。デサイズアートさん、キカジさん、しばゆうさん、ありがとう。それな、はよ、ゲームの仕事来たらいいね。あ、でもゲームの仕事、ゲームの仕事っていうかゲームのことを語ってる、アイドルが語ってる雑誌にマリーナと掲載されていますので、ぜひ見てください。3日前ぐらいから。出発された。おっとっとっと、大阪猛暑だちさん、熊本明太子さん、ひでにゃんさん、ゆうすけさん、ダグさん、ありがとう。5分までします。5分まで。ヤマさん、ありがとう。ポケンチ、そう、大好きな人、大好きな曲です。いえ、嬉しい、ありがとう。テレビで未知のショールームをずっとずっと見てる。スイカの季節は終わりましたとさ、さん、ひらっちさん、ありがとう。今日まで東京ゲームショー。なんかあれ見ました？なんかさ、こうヘッドフォンみたいな形になってるさ、なんかゲーム専用の椅子みたいな、こうリクライニングシートでさ。すごいこうなって1台、何やったっけ、1台50万みたいなやつ、ツイッターに載ってたのかな。そう見てすごーと思って。はよほへ。でもさ、こうなりながらさ、こうゲームってむずくない？こう座った方がさ、やりやすそうだなって思うんですけど。はや、そう、 MHL さん、ありがとう。そう、なんかもう全部、なんか調べたら出てくる、多分ゲームのなんか椅子だけじゃないんです。もう画面もついとって、なんか隣には手を置くところにはなんかドリンクホルダーとか、すべてなんかゲームへのもう何もかもが揃ったやつみたいな。はよはよ、1回50万円のゲーム、
50万円のゲーム専用スペースっていうか、そんな感じ。そう、かっこよかった。おーちゃんさん、まささん、きこりさん、ありがとう。ちょっと見てほしいよ。変わります。いただきたい。ちょっと最近なんか天然チークがすごいんですよね。あ、そう、フル装備、そうそうそう、フル装備。ともりんさん、ありがとう。ハッシーさん、ありがとう。マウスとかついてる？ついてると思うよ。デイジーさん、誕生日。待って、ごめん、未知の握手会初めて行く。ありがとう。待って、あー、あー、泣いちゃった、泣いちゃった。待って、よいしょ。デイジーさん、お誕生日おめでとう。よいしょ。デイジーさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでた、おめでた、おめでた。ハッピーバースデイ。今日は君のバースデイ。レブニアンさん、坪井ゆうすけさん、ありがとう。今日多分山形で芋煮フェスティバル芋煮フェスティバルって何やるんですか。芋煮？芋煮フェスティバルってどういうフェスティバルの？芋煮ばっかり食べるってこと？芋煮ばっかりやる、煮るってこと？行きました。輪郭が綺麗でした。ありがとうございます。嬉しい。コックさんのしげさん、パオシさん、ありがとう。フェッションさん、ありがとう。デイジーさん、ありがとう、おめでとう。ひたすら芋煮を食べる何それ、みんな行ったことあるの？そんな、みんななんで知ってるん？あー、お腹鳴った。めっちゃ鳴ってる。佐藤れんやさん、ありがとう。つぼゆうすけさん、坂の上の田村丸さん、大きい鍋でみんなで芋煮食べる。それ何人ぐらいが集まるの？一部から行く。ありがとうございます。待ってます。いちご大福さん、ありがとう。そういうことね。お腹すいたかも。ねえ、日本中知ってる、芋煮会知らないのはみちだけ。そんな決めつけは良くない。そんな、絶対そんなことない。ショベルカーで大鍋。お腹鳴った。芋煮、芋煮いいよね。大鍋で芋煮する。ショベルカーで、ショベルカー、どんな感じだった？ショベルカー？何ショベルカーって。今度なんかしか行ってみたら。待ってます。6メートルも鍋、すごい、想像つかない。いい音出す、天気。大きいお鍋をショベルカーで混ぜる。
大丈夫？それ使ってるショベルカーじゃないのかな？普段洗って使うのかな？ MHL さんありがとう。なんだなナムナさんありがとうございます。毎回新品らしい。すんぎょー。ハッシーさん、坪井ゆうすけさんありがとう。ワイが鍋に入っててもバレなそうな大きさだね。そりゃバレないでしょうね。6メートルでも危なそう。ショベルカーに刺されそう。あめっちゃ鳴る。朝からたこ焼きですか？全然いけますね。ミチュだったら20人くらい煮ることができる大きな鍋。すごい。例えがすごいよ。ありがとう。それでは順序を読んでいきたいと思います。ローストビーフ作ったすぎょう初見です。ありがとう。ぜひフォローお願いします。それではいきまーす。順序13位、闇落ちした熊の軍隊。ビビビビビンさん。12位、イシケンマシンさん。11位コックさんのしげさん。10位デイジーさん。9位レンさん。8位坪井ゆうすけさん。7位ダダダナムノさん。6位ももるんさん。5位マサさん。4位ソウさん。2位チョビさん、ん間違えた。4位ソウさん。3位チョビさん。2位アモズさん。そして1位はルル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 マッサージさん、ありがとうございます。マッサージさんありがとう。そして今日のラッキーナンバー22はドルルルルルルルじゃじゃん、ムートンさん。ガクごめん、めっちゃ笑わないでよ。ごめん、いっちゃいます。準備をしに。いつにも増して声可愛く聞こえるの気のせい。お腹空いてるからかも。日向坂さん今日も近いんですか？ぜひ握手、今日握手会来てくださる方で、ちょっとなんか時間に余裕がある時があるなっていう方はぜひシシャモ猫の展示会に行ってみてください。めちゃめちゃ行きたい私も。あ、小籔ソニックかいいな。それでは、行った、すごいいいな。それでは、今日も一日、お仕事、学校、勉強、部活、バイト、頑張っていきましょう。今日も一日、ファイトラブ、せーの、エリ、エリ、おー。エリリョン。またね。とんでもない恋だった。とってもいい恋だったのけど、まだ最後でした。
またね。いってらっしゃい、行ってきます。また夜会いましょう。バイバイ。握手会も楽しみましょう。バイバイ。またね、ありがとうございました。